構いろんな新しいことをね、されてると、始めておられるという印象は持ってますね。まあ、生活を便利してくれるなというイメージは非常に強く持ってますね。1週間前ぐらいに、こういうイベントを、事前情報はもちろん伝えてもらうんですけれども、なんとようやくこの造作関係が絞り当てられて、ブースの形が見えてきて、お客様側の方から問いかけられたときに、そういったものをお渡しできるような、イベントで楽しんでいただけるということが、うまく成功することを、私の準備するということをしております。言うとスノードームが作りたくて来まして、非常に混んでて、でも作ってみてとても楽しかった。黒いロウが手に残りやすいので、じゃあ誰でなここで選べばいい。思いがけずとっても楽しませていただきまして、すごく満足しています。皆様お疲れ様でございます。この企画につきましては、7月に第1回目の実行委員会、十数社から40名近い皆様にお集まりいただきまして、本日このような機会を迎えることができました。おかげをもちまして集客の方も予定を超える応募がございました。すでにご覧いただいたと思うんですけれども、結構ワクワクするような強にいいものができたなと思いまして、皆様に本当感謝したいと思います。皆様の笑顔と元気な挨拶、これが大事になりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。で、まずちょっと一言ですが、昨日から皆さん、現場に入っていただいてありがとうございます。中でも徹夜で今日作業された方もいっぱいいらっしゃると思います。どうもありがとうございます。おそらくかなりお客様来られると思います。お客様に笑顔になって、いただいてお帰りいただくということでできればと思っています。皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。あまりうちのグループ自体にこういうイベントってあんまりしたことないようなことだったので、まあ、そういう意味で非常に私自身も新鮮ですし、で実際の来られてるお客様、まあ、多分興味を持たれて皆さん来られてると思うので、まず入ってきてすごいっていうその会場の意見を生の声が聞けたんですね。なんでしょう、こうお客様と接してでなんか喜んでもらえると、それがこうモチベーションになるっていうのは改めて感じますよね。だからすごく楽しくやらせてもらってます。今日お話とかさせていただいたお客様は、これご家族連れ、ちっちゃいお子さんもいたり、あとご年配の方もいらっしゃったりして、まあ行の歴史の長さとか幅広さとか、そういったものを改めて感じさせていただいたなという感じです。家族みんなですごく楽しみながらですね、おばあちゃん、おじいちゃん、あんなのよなんて言いながらちょっとお話を進めてたんですけど、そういった部分ではすごく和気あいあいと、結構お子様からお年寄りまで今回は楽しめるブースになったんじゃないかなというのは、はい、感じますね。おー
広く、もともと事業領域が本当に広いグループですから、そういうことをこういったお客様に今一度知っていただくということは、魅力を伝えるというと企業目線ですが、お客様自身がこんなことが私の役に立つのねというのを気づいてもらえる機会としてはすごくありがたいなと思います。私といえば知らなかったことがフィットネスの方はあんまりちょっと身近に感じてなかったので、ご登場いただきましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。スポーツジャーナリストの陣内貴美子さんです。どうぞ。特に人間の体っておかしなもので、はい、自分で例えばここにお腹に今力が入ってるよとか、はい、お尻に力が入れてるよっていうふうに、私はずっとこうやって手を当てるんですね。そうするとここに力が入ってるとか、お腹に力が入ってるのが伝わってくるんです。ながらクッションとですね、はい、この今ヒップシェイパーですね、はい、隣の会場でご体験できますので、ぜひ皆さん一度触っていただいて、あ、こんな感じかなっていうのを体験していただければと思いますので、ぜひお越しください。膝を曲げた方が辛いですね。ありがとうございます。結構きますよ。このうちのフィットネス業界の中でも逆にすごく羨ましがられてるんです。他社さんからはこう今度こういうイベントやるんですよって、東京さんいいよねとかですごく言われるんですね。他の、フィットネスクラブさんの親会社のグループではここまでのことがやっぱりできないので、特に普段測れないじゃないですか、その脳年齢。最初皆さんすごいこう、これでも悪かったらどうしようとかって言いながら、その反応を楽しんでいただいてるなっていうのが、土地開発だとかマンションだとかは結構目につくんですけども、そういうリゾートだとか、それからあとゴルフ場だとか、そういうことをこうまとめてこう紹介いただくっていうのはなかなか面白いなと思いました。女子プロゴルファーの古賀美穂さんです。共通の趣味としてずっと春先とかすごく気持ちいいスポーツなので、真剣にやられる方も遊びでやられる方も本当にゴルフというものは楽しいものなので、ぜひ始めてほしいなというふうに思いました。私たちの生活にいろいろリゾートとかこうライフスタイルとか生活に密着しているいろんなところでお世話になってるんだな、今日このイベントでよく分かりました。ちょっと柔らかくなったなっていう感じで、はい、ここをまっすぐ切ります。そうここをまっすぐ切ります。なかなか普段はこうできないこともあると思うんで、こういった機会で触れていただくと、やっぱりね、小さい子が一生懸命、ね、作って、で、お父さんお母さんが手伝おうとするんですけど、そこはやっぱりお子さんの方がね、私がやる僕がやると自分で考えて、より素晴らしいものができるっていう方が多いですね。僕らがこうだっていうよりも、もう小さい子に任せる。そうすると僕らが気がつかないような発見もあったりもしますのでね。面白かったよね。難しかった。でも楽しかった。だってね、僕たちホスピタリティとかお客様のおもてなしとか言うけど、もっとすごい密度で e-life さんがやってたりとかね、もっと楽しげなお祭りみたいな雰囲気でオアシスさんがやってたりとかね、普通にしてるのを見てやっぱり思うことがあるんですよ。このようなイベントで本当に楽しい雰囲気での会話っていうのが今までなかったなと、とても感謝をしています。できましたか？はい。すごいいい笑顔で本当ね、弾けた感じがあってとても良かったです。はい、イエーイ。ずっともう未来永劫より良いサービスとか、また商品作りとかそういったことはもう歴史を重ねてやっていくことが大切かなというふうには思ってますし、企業目線のものを出すんじゃなくて、お客様が真に求めているものというのをしっかり見極めるという、そういう視点を、まずは持ち続けると。やっぱり今後もこういったお客様に喜んでいただけるような商品の企画であったり、あそこの企画っていうのはずっとやっぱりやっていきたいなというふうに感じていますね。
球その沿線上ってすごく魅力的な場所が多いので、そういうところでなんかイベント、こういうライブであったりとか、私がまあ個人的に音楽が好きなので、そういうこととかもしていただけたら嬉しいなと思います。もっと東急さんを身近に感じたいなっていうのはありますね、広げていただきたいっていうか、初めてこういう土地に来られた方とか、あと外国人の方とか、どんな方でも利用しやすい街っていうか、誰がいつ来ても安心してそこで買い物したり食事したりっていうのができるような、例えば私も現時点で高齢者なんですけども、その将来もっと自分が動けなくなった時に、そういう施設をもうちょっと充実させていただいたらいいんじゃないかなと、これは私この業界入ってから全然ブレてないんですけど、私はとにかく人を育てたい、だからそういうその高齢者の方に信頼をしていただけるスタッフを数多く作りたいなっていうふうには思います。ブランドの考え方の中で、そのいいものを作るっていうことだけではなくて、それをやはりどうお客様に伝えていくか、その伝えるっていうのも、そのちゃんとイメージを形成して伝えないと、おそらくちゃんとした料理になっていかないと思うので、そういう意味でその当社グループってずっとその片輪走行だったものを、もう少しそっちのお客様に伝える、ちゃんとしたお客様目線で、特に重要なそのちゃんとしたイメージを持ってもらって伝えていくっていうことを、やっていきたいなと。我々そのヒントというふうなことを第一に掲げて、営業活動をしてますんでね、お客様の、ね、ライフスタイルに合わせて、セレクトしていただくし、いろんなものを工夫していただくとかね、そんなことを含めて、だからそこら辺のお手伝いがね、より一層できればいいかなと思いますね。一応今日でこのイベントは終わるわけですけども、ここにいらっしゃる皆様方とは、これからもつながっていければと思ってます。このグループを忘れないで見ていただければと思います。はい、3、2、1、はい。